福テレソラネットです。あのソラネットで昔のニュースをよく紹介します。はい、で、まあ昔と今の違い、うん、驚くべき違いが見られることが多いんですが。結構人気ですよね。そうですね。はい、今日も面白いですよ。びっくりします。えー、31年前の今日、はい、今では当たり前になったサービスが始まった日。 なんですけども<う>えこれに関しては、ですね、うん、あのこの次見せる VTR の次にお見せしたいと思います、はいはい、えー、今日のテーマなんですが、キャッシュレスですです37年前のフクテレのニュース映像、はい、これですね、はい、このキャッシュレスとは正反対の世界が広がっている、はい、これ、本当におおらかだなと思う、はい、こちらの世界をご覧ください。 ごめんなさいまず最初に出てきたのはこれ三デーバンキングですよね。はいえー、これがすみませんえっ、ー、とこれ違いますね失礼いたしました。えっ、ー、とこちらがですね31年前のえっ、ー、と三デーバンキングが始まった、はい、あ年なんですよね。サンデーバンキングって知ってます？知らないです。日曜日に。はい 現金を引き落とすことができる<ー>これってでも今じゃ当たり前じゃないですかそうですね昔は違ったんですよ平日じゃないとダメだったんですそうだから<ー>あのこのサンデーバンキングでて画期的で私の母親なんかよくあ週末だから金曜日に下ろさなきゃとかってそういう会話が出てたということなんですよね ATM が動いてれば大丈夫っていう大丈夫ということでございます<ー>ですみませんちょっと順番が逆になってしまったんですがそのさらに前ですはい 三十七年前の驚きの映像はこちらでございます。うんえー、失礼いたしました。はい、ちょっと段取りが、これ千九百八十四年でございます、はいえー。県庁でボーナスが支給された。えー、で、これボーナスもらってます。えー、直でもらってます。えー、封筒に入れてもらってます。えー、で、この後注目なんですけれども、もらった給料を。 こうやって机の上でかふんとしているという <laughs> <ー>、ね、だからほら嬉うれしそうじゃないですかです、ね、結構もらってるなみたいな。 これじゃあもう人によってすぐバレちゃいますね。そうなんですよね。なんか本当に大らかな時代で、なんかプライバシーも何もないっていう感じですけど、<laughs> ね、まあ昔はそういう大らかな時代だったいいということなんですよね。いいで,ねで、あのー、このですねキャッシュレスなんですけども、はい、日本の ATM の設置台数って最近どうだと思います？増えてると思います？減ってると思います？ATM ですか？減、えっと て増えてる,てるはいじゃあこちらで見てみましょうか、はい、日本の ATM なんですけれども、えー、これが2001年からなんですが、はい、どうですかあ右肩上がりですか、ね、上がり方のように見えて、はい、去年ほらあ ちょっと減っ,てる減ってるんです。で、一日一台あたりのですね、平均利用件数もご覧のように減ってるんですよね。はい、本当ですね。これ去年っていうのはキーワードで、はい、去年ってどんな年でした?。コロナ禍です。コロナ禍ですよね。はい、コロナ禍だと、やっぱり現金のやり取りとか、どうですか?。ちょっと問題になりましたね。ね、なんとなく、ちょっと気が引けるっていうところあるじゃないですか?。なので、やっぱり、コロナ禍が絡んでたんです。なぜか。キャッシュレス決済で。 コロナが増あのキャッシュレス決済で増加した、はい、現金触りたくないネット通販の利用が拡大したということで、はいえー、キャッシュレス決済が増えて ATM を利用する人が減った一気に加速した ATM は警備とか保険とかメンテナンス代がかかるので銀行は数を減らしていくというそういうことなんですよね。で、このキャッシュレス決済なんですけども、はい、福島県民の方にとって驚きのデータがあります。うんはい、これは何なのかと 福島県の方使ってると思います。使ってないと思います。多いと思います。他県と比べて、でもキャッシュレスできるとこは増えているので、まあ、多くなっていくんじゃないか。じゃあ他県と比べてみてどうなのか。はい、これ結構驚きました。うん、他県と比べて電子マネーの利用率がなんと千葉、東京、神奈川、福島の順番。<laughs> すごい。すごくないですか。上位ですね。これなんでかっていうのをですね。ちょっとツイッターで聞いたらですね。はい、あこちらでございます。 えー、はい、えー、ATM を利用する頻度は変わらない、減ったで、で、うん、減ったが多くなってるんですけども、はいえー、こちらのツイッター見てみましょうか、えーと、こちらのツイッターです、出てくるかな、はい、えー、ATM は月に1度だけスマホでの電子決済しか使わないので、現金や財布は持ち歩きません、<ー>財布はもう家にないですという方もいたんですが、えすえー、福島が多い理由はこちらでございます。はいですいい出出ななすすまませんちょっっと段取りが間違ってます出るかな次、えー どうもですね、うん、セブンアイホールディングスが絡んでるんじゃないあ,あ、確かに多いですね、はい、人口千人当たりのセブンイレブンの店舗数が福島は二番目、はいうん 全国で,、はい、でしかもあのヨークベニマルさんなんかも多いですよね、はい、だから7個の利用率ランキングはありませんけれども、はい、セブンアイグループのヨークベニマルが多いため7個も多く利用いただいているのではない確かに福島に来てすごい多いなと感じました、えー、これが多、うん、い理由なのでもこれ推測ですけど、うんはい、じゃあキャッシュレス決済今後はさらに浸透するのかどうかなんですけれどもこちらでございます長期的には今の50代が70代になる頃にさらにキャッシュレス化が進む QR コード決済は複数サービスが乱立しているので規格の統一が進んでいない,いこれが課題のようですうで手数料も高い事業所もあるので、えー、小さい店ではキャッシュレスが進まない店もあるので、はい、これをどうやってこう、ね、う私たちも得して店も得して、えー、キャッシュレス決済を進めるかというのがポイントになってくるんじゃないかと思いますすいませんちょっと今日は段取りを大きく間違えてしまいまして大変失礼しました、えー